皆さんおはようございます。まだ本当に暗いですよねもうどうしても我慢できない。今日は朝ね、本当に気持ちよく起きれたんですよ。最高だった。今日は朝、手がちょっと大変だけど起きれたのが嬉しいっていうか、なんて言ったら、夜起きないで起きたら朝っていうのが嬉しい。のぎさん起きてるの早くないですか？お、コーチさんありがとう。のぎさんまだ起きてたってことかな。あ、サルバトーレさん、ボンジョールノ、あ、ブオーナセーラ。アケオレオジ。今日は朝からね、命の記憶っていう、かぐや姫っていうジブリのがあるんですけど、その曲、命の記憶、海女さんが作った歌。あなたがくれた夜、かぐや姫っていうジブリの曲の映画の命の記憶っていう歌です。私全部基本的にアンプしてるのしか今歌いたくないから、アンプしてる部分しか歌えないんですけど。誰来てくれたんだ、のぎさんおはようございます。コーチさんおはようございます。
サラボタオルさん、ブワナセーラ稲葉さん、おはようございます。あー、エデゼル、How are you today? What's time in Philippine? Please comment, please. So, today I will speak a little bit English and almost Japanese. I'm sorry. You study Japanese now. ひろみさん、松崎町からありがとうございます。もう毎日ね、ひろみさん電話嬉しい。本当。なんか離れていてもコメントくださるね。だから心の距離って大事だなってすごい思ってます。ソエシさん、おはようございます。今日も沖縄寒いですね明るくなってきたよ遠藤さん、おはようございます。静岡はどうですか。沖縄は雨じゃなくて曇りでしたよ。最高です。今日は鳥さんもたくさん鳴いています沖縄何度ぐらいかな。17度ぐらいかな。16度とか。もっと寒いのかな。今日はラブソング HY さん、沖縄出身のアーティストですね。あの人の曲で歌える曲って、私ナオっていう曲しかないんですけど、片思いの曲ですね。私と旦那さんとの関係はいつも片思いみたいな感じです遠藤さん、今日はゆう子の妹のしおりの誕生日。あー、しおりちゃん誕生日おめでとうHappy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, しおりちゃん。お伝えください。静岡晴れてますよ。いいな。昨日ね、おばあちゃんとかさ、静岡にいる人たちに電話して、あ、早く静岡帰りたいなってすごく思いました。今私は沖縄にいて、まあクレイジーな動きをしてますけど乃木さん、片思いの両思いなんていいね。いや、両思いかな、わかんない中村健二さん、おはようございます。うちのはまだ薄暗い感じですね。これから千葉、柏市は夜が明けてきました。これから散歩に行ってきます。いってらっしゃい。今がね、一番歩き時だからねもう大変ですよ。もう今日朝書いたけど、歌っていただきありがとうございます遠藤さん。いや、こちらこそ。皆さん、いろんな情報教えてください私はやっぱり歌でお役に立てることが一番嬉しいですね。この安心の場所で。 HY の NOW。 あなたの声が、あなたの顔が忘れられない。二人歩んだ日々は私を一人弱くする。会うたびにまた惹かれてくことを知ってて、会いにそれでもいいの、心が叫ぶ。あなたに会いたいと。言葉一つそれだけでいいのに。どちらとも言わないあなたを。話したくはない、離れたくもない。他の誰かいて
も叶わない恋だと知っているから、気持ちはもっと熱く強くなり悲しくなり、あなたの前じゃ笑うことしかできず、たくさんの涙はあなたを思う切ない恋心、好きというたったそれだけの気持ちで動いた大きな片想い、どんなに二人一緒にいても分かり合えなくて、あなたの思う人は世界でたった一人だけ、あなたの好きなあの子に会って聞いてみたい、あなたが思う人はどんなに幸せか感じたい、あなたに惹かれあなたに恋して、好きだから好きのまま走って、でもねあなたは遠くなるんだばかり、私の気持ち知ってて、諦めたくなってもあなたまたほら優しくするでしょう、同じ気持ちじゃないなら、忘れた。なんかこんな歌歌ってたら笑ってきた。吉井さん、今日はラブソング歌ってます。私がちょっと歌える沖縄の歌。デブ、ハロー、Good evening. I'm tired now. 高橋さん、おはようございます。なんかね、ラブソングってね超疲れる。私歌を歌うとき、なんていうの、共感して、ね、自分の心を流すために歌ってるんですけど、この今の現状で片思いの曲を歌うのはとっても疲れるみたいですね。皆さんの好きなラブソングはありますか？今ね、ホイットニー・ヒューストンの I will always love you。 歌詞を覚えてるだけ歌ってみようかな。 If I should stand, love is all。 わかんないな。
Bittersweet Memory 忘れちゃった。ラララララ Your name ラララララララ Happiness What about this I miss youコーチさん、ホイットニー好きって本当？よかった。舞子さん、おはようございます。遠藤さん、小鳥のさえずりと一緒に歌うって白雪姫とかオンラインで見てウケる面白い。まあそんなおとぎ話のね、綺麗な人ではないけれどもでも大好きです、歌うの。でもなんかね、恋愛の曲はね、こうグーってなるじゃない。もう疲れるけど、もう眠くなっちゃった、なんかです I'm crying so beautiful thank you so much ひろみさん、今日もキラキライエーイまいこさん、おはようございます。ホイットニー、私も好きですね。でもこれ結構英語の歌詞って結構なんか辛いんですよね。だからあんまり歌いたくない曲心歌は歌詞分かって歌うから、言いたくないやつは言えなかったですね吉野さん、おはようございます。今日はなんかね、英語とかイタリア語の曲しか歌浮かばないんですけど、 Time to say goodbye 歌います。Time to say goodbye、 お別れを言うときみたいな感じなんですけど、違って、コンテパルティロですね。コンは with、 テは you、 パルティロは start ですねコンテ、君と一緒に出発しよう。まあ一応ラブソング。あ、びっくりした。おはようございます。びっくり、はい、今のお約束に。やだー、ありがとうございます。嬉しい。あはい、頑張ってくださいパッションフルーツがもらった嬉しいなだと思うんだけど、あーマジ、イエーイ超いい香り、やばい。
こういうの嬉しいね。昨日歌い終わったらあの方に会ってですね、この前会えるかと思ってすごい素敵な人がいるからって言って何あのある方にお友達に言ってたくさん連れてきちゃったとか言ってくれて、でもあれなんですよ、本当はいっぱい集まって聞いてほしいけど今は無理なんですよって言って、そうよねって、自分の体のこともねお渡しして、そうよね分かったわって、パッションフルーツ食べるって大好きですって言ったら、まさか今日届けてくれて嬉しい。でもねこうやって温かく見守ってくれてる人がいるって嬉しいですよね。鈴木さんおはようございます。 Yeah, they're so very kind. Do you know passion fruit? I love that. So 何？南国ってなんていうの？ Looks like Hawaiian. ゆっこさんおはようございます。今日は英語とかイタリア語とかの曲がいっぱい浮かんで、Time to say goodbye, Conte Partiro 歌います。Quando solo solo sognerò l'orizzonte manca le parole Si lo so che non c'è luce una stanza quando manca il sole Sei non ci sei finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada con te partirò su Tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye, paesi che no.Adesso
りです。はい、振り返ります。ノーギさん、コーチさん、サルバトーレさん、イダバさん、エドゼル、ヒロミさん、スイスさん、エンドウさん、エンドウさん、エンドウさん、川村さん、野木さん、エンドウさん、ジケイさん、カジマさん、デズ、高橋さん、コーチさん、マイコさん、エンドウさん、デズ、ヒロミさん、マイコさん、吉野さん、鈴木さん、デズ、鈴木さん、デズ、おいしい。カズオさん、松田さん、野木さん、ありがとう、ハートのマーク。野原さん、おはようございます。わー、大好きな歌、朝からハッピー、タイムトゥーセイグッバイ。そう、これは今日はね、コンテパルティロ、今日もコンテ with you、 あなたと一緒にパルティロ、未来に向かって出発しましょうって曲です。私すごく最近思うことは、コロナのおかげさまって思うことが毎日起きてます。コロナのやつめで起こることも毎日起きてるけど、でもどっちの印象を自分の体に心に残していくかじゃないかなって思ってます。初めはね、本当に嫌だった。帰りたかったし、全部、ま、ねえどうするよって思ったんですけど、ねえ、コロナのおかげさまってことがたくさんあります。本当に感謝してます。また皆様たくさんコメントくれて、朝もね、時間一緒に共有していただいて、大切な朝の時間をありがとうございます。トゥモローっていう歌がね、終わらないじゃんって。トゥモローって合唱の歌してます。歌いますね。時の流れ、いつでも駆け抜けて行くから、優しさだけ忘れずに抱きしめていいよ。お空を自由に鳥たちが光の中飛び交うように、夜空からこぼれた星くずが波の上を滑るだろう。 Tomorrow素晴らしい夢と素敵なメロディー運んできてくれるだろう。 Tomorrow 明日を信じて翼広げ飛んでいこう。一番だけど、この曲は小学校の時2年生ぐらいかな、歌った歌です。明日を信じて翼広げ飛んでいこう。毎日毎日明日を信じてを
ヨナハ、ジュンさん、ジュンさんが来たら今思い浮かんだ歌だった。皆さんよかったらコメントいっぱいください。宮古島からジュンさんありがとう。例えば君が傷ついてって言ったら知ってますか？ Believe って曲ですね。川上さんおはようございます。那覇は曇り、17度、16度ぐらい、寒いですね。 Believe 歌います。例えば君が傷ついてくじけそうになった時は必ず僕がそばにいて支えてあげるよ、その肩を。世界中の希望を乗せてこの地球包みたい。今素直な気持ちになれるなら、憧れや愛しさ開くだろう。 I believe in future、 信じてる。はい、古木さんおはようございます。きっとみんなのお名前言えたと思います。今日はとっても疲れました。野木すみ子さん、美しい音楽や芸術で全てが包まれたやたら、人やコロナのトゲトゲさえも消える気がするね。え、野木さんはとっても素敵なアーティスト。ぜひ野木すみ子さんって調べてみてください。今日はなんか優しい気持ちになりました。チャルメワンネさん、アンネワールわかんない。 I'm sorry, I can't
know how to pronounce. 山口さん、おはようございます。デイズさん、fabulous. Thank you. I love this song. Believe. そう。山口さんが来たら、なんかふるさと歌いたくなったね。うさぎおいしい。ありがとうございます。綺麗な音色だ。嬉しい。野原さん、ビリーブ覚えたいです。ぜひ歌い出してくれたね。嬉しいね。面白い。本当はさ、みんなで歌いたいよ。嬉しい、歌ってくれるの。私の静岡という町は本当に水も美味しくて富士山も見えて、あのお茶はね静岡でしか飲めないね。皆さん来てほしい。鈴木さん、ふるさと素敵ね。いい曲。私みたいな人いっぱいいますよね、きっとね。橋本さん、おはようございます。野木さん、鳥も喜んでる。鳥さんね、明るくなると静かになるんですよ。朝の一番5時半ぐらいが一番賑やか。きっとお話ししてるんですよね。私には分からないけど、人間の言葉っていうのは全部意味がある、分かるからすごい気が散っちゃうんだけど、鳥の声がいくらうるさくてもわかんないから、一緒に歌おうって感じ。本当の趣味の時間は本当に一人で日本語が聞こえない中で歌うって。やばい、6時20分ってめっちゃ歌ってるね。すいませんね皆さん。橋本さん、おはようございます。行ってきますね。いってらっしゃい。ではもう少しでラジオ体操が始まるから、今日はここで退散。皆さん、よかったら後でコメント見ますのでコメントくださいね。今日はぐーんってなって、ぐーんってなって、こんな感じ。も
う毎日毎日いろんなことが、一人でいるくせにいろんなことが起こりますよ。また私のブログもシェアしてるのでたくさん読んでください。きっとね、なんでこの歌を歌ってんだろうっていうのがわかります。あ、クッキーだやばい、クッキー来たテンション上がる。今日の私のおやつ、イエーイいっぱいおやつあるじゃん。クッキー、クッキー、はい、わお、はい、クッキー、はい、おいで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 、柴犬のクッキーだよ。クッキー、はい、はい、イエーイ、おー、いい子じゃん、わー、よしよしよし、よしよしよし、見える皆さん、柴犬のクッキー、あー、来た、来た、今いろんな人見てるよ。はい、クッキー、クッキー、はい、いやー、あ、おはよう、おはよう、おはよう、はい、あ、おはよう、おはよう、はい、おはい、おはよう、はい、落ち着け、落ち着け、ちょっと落ち着け。クッキー、お座りは？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 お、えらい、皆さんクッキーでーす。イエーイ、はい、いい子だ。おいで、おいで。はい、喜んで、ありがとう、ありがとう、ありがとう。おー、すごい、柴犬の尻尾ってこんなに丸まるんだ私雑種のを飼ってたんですよ、柴犬に近い、うん、そうだからねありがとう、ほらほらまたね、はい、バイバイ、またね、またね、ありがとうございます皆さん、クッキーさんでした今イギリスとか、あ、イギリス、うん、あの日本の内地の方とかいろんな人が見てくれてて、あらららはい、クッキーは全国デビューしましたね。うちも子供たちはイギリスだから。え、本当に、うん、あのイギリスの友達見てますよ今、ロックダウン中でね。そう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 、そう、イギリスは今本当に公演も止まっちゃいけないそうですね。そうだから孫に会いに行けなくて。ああ、孫いいね。クッキー、来て。音楽関係の。私、オペラ歌手なんです。オペラですよね。なんか響いてきましたから。あ、本当ですか。クッキー、よかったら、うん、あの、よろしければ見てみてください。YouTube で、曽根太鼓の歌日記っていうのをやってて、これ毎日も流してるんです。はい、で、今はこうやって見てください。チャットしながら、こうやって。ああ、こうやってみんなが見てくれてるんですね。なるほど、なるほどイギリスね。あら、そこに座ってんの、こっち来てよ。なんでそんな離れてんのえ、イギリスにもう何年も行ってらっしゃるんですか。もう子供たちは30年ぐらい。え、30年。私も20年ほどいました。あ、そうなんですか、すごい。そう、今ね、ほんと大変みたいですね。戻ってこれないですよね。っていうか、マスクも柴犬ですね。かわいいマスクも柴犬だいや、面白いいいよ、クッキー行きたいんだったら行ってくれかわいい。毎朝何時ぐらいに来てるんですか。まあ、家を出るの6時ぐらい。あ、そうなんですね。そうか、へー、5分ぐらい前後するけど、うん、こっちがうん、もう早く来て起こすから。あー、かわいい。え、じゃあお家の中で飼ってるんですか。そうそうそう、やんたん。沖縄の出身ですか。私、はい、あ、そうそうそう。あ、そうなんですね。だけど、まあ、ありがとう。 あちこちこ回ってきたから。あ、そうですか。だってイギリスもね。子供たちは帰ってこなかった。あ、じゃあお仕事の方でイギリスに。あ、もう子供はイギリスの大学の先生してるのわー、素晴らしい。向こうでほとんど学校出てるから。グッドモーニー、おはようございます。大学まで行ってる。あ、そうなんだ。クッキー友達よ。うん、いいですね。トレンド今皆さん、はい、オペラの先生。オペラの先生です。野原さん、ふるさとは亡くなった母、父を思い出させ胸が熱くなります。静岡に行って美味しいお茶を飲みたいです。今日もありがとうございました。
皆さんありがとうございます。舞子さん、ふるさと涙が出ました。今ネットで中継してるから。そうそう、実家の両親を思い出しました。今日もありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さん、クッキーかわいいってね、3歳ですって。デズさん、 my UK friend ですね。そう、キュートって言われてるよクッキーキュートって言われてるよ。はい、クッキーここ、あ、そこクッキーです。クッキーキュートキュートって言われてる。吉野さん、ワンワンってワンワンって野木さん、面白い、シナモンロールがあるねってここに危ない危ない。そうそう、シナモンロールついてる、あそこに。舞子さん、クッキーおはようって遠藤さん、ワンちゃんいいなって最近ね、バラさデズさん、イギリスのシーズゴージャスってデズ、クッキーゴージャスってゴージャスって、あ、いやいやいや、今やんちゃやんちゃ、いきなり激しくなったけどクッキーも喜んでますねって、喜んでる喜んでる、めちゃめちゃおお、危ない危ない危ない、はい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 、遊んでほしいね、遊んでほしいねいきなりなテンション高くなったじゃん、テンションいきなり高くなったけど、えらい、ちゃんと言うこと聞くんだね。はい、ちゃんと言うこと聞いてるの、いい子だね足が絡んじゃったね今日はハイテンションのクッキーちゃんも登場、さあラジオ体操始まるので、また皆さん、はい、ありがとうございます。じゃあまたね皆さん、今日も良い一日を、ハバナイスデー。